久保さん今回「タイタニック」号沈没にしましょうか「タイタニック」号沈没とまあタイタニックね全員の命が救われたのか一部の人ですねだからまあ全員は無理ですよねうんじゃあ全員救うこと救わないことが正義なのかっていうなんか全員平等全員どのこうのこれはね全員は無理なんですよ不平等ですうん 全員っていうのは、まあ、もちろん願望とかあ願いの中ではいいかもしれないですけど、現実的に無理だというところも理解しとかないといけないってことですね。だから僕も、あの、んなんかネットやればいいのになと思うんですけども、まあ、あの、その反面ね。 ネットをみんなやるとね、飯食え吉野家で働く人もいなくなるし、吉牛食えなくなるし、うどん屋さんとかラーメン屋さんで働く人もいなくなるんで、結局食えなくなるんですよね。うん。だからまあ、そこで働く人がいるからこそ、ラーメン食えるし、吉牛食えるし、で車、今回 BM を買いましたけど、BM で車を作る人がいるから車買えるだけであって、あの、これね、あの、北海道で宇宙の、あの、 会社立ち上げたあの結構有名な人のスピーチでね、まあ、ランボルギースピーチの名前ランボルギーニが出てくるんですけどまあこれは俺のじゃねえとだけどそのランボルギーニ作る人がいるから乗れるんだよねみたいな話をしててまあそうだよねっていうお金があるから買えるんじゃなくて作る人がいるから買えるっていうねうんだからお金が全てじゃないっていうところにちょっと紐付けるならばお金があっても作る人がいなければ買えないんですよね うん、例えば、高級料亭。じゃ高級料亭で働く人がいなければ、あの、<laughs> いくら金払っても、ね、作ってくれないんで、作るシェフがいない,い,いわけじゃないですか。うん。これはね、非常に、なんだろうな、難しいとこですよね。うん。だから、まあ、一部の人でいいと思うんですよね。だって、久保さんの動画見てる人も、僕の動画見てる人も、全国民が見てるわけではないですし、一部の人です。 で一部の人が見てて、でそこに気づいてやろうと思うんだったらやればいいと思うんですよね。うん。少なくても、まあ、久保さんを見てる人は、まあね、今、久保さんを知りましたっていう人は、まあまあ、あれかもしれないですけど、まあ、そのうち対談動画ね、アップしますけど、もう本当ね、マージャン店からですからね。うん。だから変えられるんですよ。 そう変えてきた人を見てるわけの変えてきてる人を見てるのに変えないんですかみたいな <laughs> まあ僕もそうですけどね人生変えてきたので昔の人生なんかはね君アルバイトでも難しいよっていうねボロクソ言われた人間ですからそんな人間が、ね、今なんか自由にやってるんでなんかそう今なんかあのそう今日振り込みがありまして今日金曜日で振り込みある日なんですけど まあ、銀行口座チェックして、あ結構溜まってきたな、みたいな。結構溜まってきたな、みたいな。ああ、みたいな。<laughs> いな <laughs> まちょっと頑張りますねうん。ちょっと2000万ぐらいまではちょっと余剰資金作らないで。余剰資金、余剰資金2000万ですね。余剰資金2000万ですよ。まあ、40、50ぐらいから僕は投資もやっておこうかなと思ってるんで、今は投資できないですけども、 余剰資金できたらね投資もこうトライしていきますんで、まあ、投,資が投資をマスターしたらまた今までは投資できなかったけどこれからの10年これからの20年後は投資ができるという自分になってるだろうし結局自分を作るのは自分でありうんあ自分の世界を作るのは自分であり結局自分の世界を決めてるのは自分であるっていうねだから結局自分の世界が自分なんですよ。 うん、もちろんそのなんだろうなあのウサインボル久保さんがね今からどれだけ練習してもねウサインボルトの 100m10 秒切るっていうのは走るのは難しいかもしれないですよそれはちょっと無理だと思いますね、うん、やっぱ限界はあります、うん、限界はあるんだけども、うん、限界はあるけれどもここ限界じゃないよねっていうあなたが思ってる限界は限界じゃないってことです あなたが思ってる限界は限界じゃないと。麻雀店のおっさんが今こんな生活してるっていう。普通に考えたら限界を突破してるわけなんだけど、限界じゃないんですよ。うーん。だから僕もそうですけど。だからこれ,これはね、やっぱね、公式があるんで、ビジネスにおいては。まあ、圧倒的な公式があるので、それを覚えればいいだけですよ。久保さんも投資 FX やってる人の中で、やっぱ勝て,ててない人は単純に単語覚えてないとかね、知らねえっていうね、基本的な知識がほぼないっていうね。 ビジネスで言うならば、集客、集客、販売、客単ける客単けだ客数か。もうこれ、数式で出てるんで、じゃあその客数をネットから集客するのか、リアルで集客するのかっていうぐらいじゃないですか、リアルなのかネットなのか、その手段をどっち選ぶんですかっていう、じゃあ客単はどんなビジネスを選ぶなんですかと。 例えばコンテンツビジネス、僕がやってるのはコンテンツビジネスだと客単は自由に変えられます。ただし、これ物を扱ってると、例えば、まあちょっと限界ありますよね。例えばこのひよこちゃんね。ひよこちゃんをじゃあこれ100万で売るっていうのはちょっと難しいですよね。どうすかこれコンビニに100万でこう、ひよこがこ,これがね、100万で買います。まあなかなか難しいですよね。だから多分アッパーあるんですよ、物販だと物販。物販はアッパーがあるんですけど、知識財産というか、 あーそれに関してはアッパーがないんですよね。も、う、の、ん、だ,だとやっぱもちろんそのなんだ壺とかねなんかさ骨董品とかね、まあ、34もそうですけど上がりましたけど、まあ、あの絵とかもね何十億とかももちろんあるんだけども、うん、僕はまあ、うん、コンテンツ情報ビジネスやった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。 うん、まあ事実を言わせていただくならば元マージャン店のおっさんの情報でも売れるって方やってほしいですよ元ね赤字垂れ流しのダメダメ経営者の元マージャン店のおっさんの話を今真剣に聞いてるあなたがいるっていう <laughs>、ね、それが事実じゃないですか何で見てるんですか聞いてんですか久保さんの話 元麻雀店で赤字垂れ流して経営者としてダメダメなおっさんだったんですよ。僕もそうですけど。僕も、まあ、その借金作りましたけど、借金作った理由は経営ができなかったっていう話なんで、人を動かさなかったっていうね、従業員を動かさなかったっていうところなんで、ダメダメな人の話を聞いてんですよ。<laughs> 大丈夫ですか <laughs>、うん、すごいですよね、これね。うん、はい。いってらっしゃい。